はいどうも、ケイキュウです。今日はですね、サガフロンティア、リュート編続きやっていきましょう。今のパーティーはこんな感じ。はい、まあ装備はね、整えておきました。で、リュートはね、まあほんと自由なんでね、今からまあ何をするかという話なんですが、まあ術の資質を集めつつね、まあ戦闘もしつつ、パーティーを強化していこうかなと思います。はい、で、今日は、この妖術の資質をまずは集めようかなと。さあ、それでは行きましょう。はい、妖術の資質はここです。まあ、クーンの時に一回来たかな、動画出したかな。まあ、ただね、あのモンスターは入ることできないですよ、ここ話してるんですが。まあ、機械モンスターとかね、まあ、陰術の資質持ってるやつもまあ入ることできないんですが、できなくて、まあ、クーンはね、その時入ってないです。この外で待ってて、まあ、みんな帰ってきたみたいな。はい、まあ今日は実際にね、挑戦したいなと思います。で、まあリュート編からね、このリュート編から見たよって方もね、いるかもしれないので話しておくと、宝とかはね、結構俺は無視します。はい、必要な宝だけ取るっていう感じで、その辺はね、ご了承ください。ね、そうですね、まあサクサクっとやっちゃおうかな、この辺はもう。はい、OK で、先進みます。で、ここ光の色を変えてね、ここ触れると、ここに触れるとね、あのアイテム取れるんですよ。ただまあアイテムはいらないです。ね、そして違う、ちょっと待って、こっちでこれ、これここ、はい、それ出ます。これでですね、今何もなんか文字とか出てないんですが、はい、資質ゲットしてます。はい、こんな感じで。で、次はね、まあここですね、このルーンっていうのをまあ探しに行くっていうか、まあ集めに行くっていうかね、行こうかなと思います。じゃあ次はルーン集めいきましょう。まずはね、まあ今日一つちょっと集めて、そこで終わりたいかな。じゃあシュライク、シュライク行きましょう。はい、で、シュライクにね、着きました。まあここはね、ルーファスがいるとこね。まあ動画でちょこちょこ来たんですが、このダンジョン自体ね、この中自体は行ってないんでね、こっちにあのルーファスいます。まあちょ、今回関係ないですけどね。まあ一応挨拶しとく、ルーファスに。いつものあのセリフ聞いとく。はい、勝利、勝つとし、それは男の勲章。そう思わんか。思わない。なんだお前は。いきなりあんなん言ってくれ、ちょっと怪しいやつしかおらんわ。はい、ということで、今日はですね、こっち。こっちです。コースは危険。ね、無視で入ります。やっぱ危険の先にね、宝があるということで、まあ進んでいきましょう。で、技とかはね、強い技ひらめいてないので、まあいつも通りですね、ボスで、まあなんかひらめてくれたらまあいいなぐらいな感じで、やっていこうかなと思います。まあ、サンダーはね、今はあの適当にモンスター吸収して、まあ、最終的に何にするかはね、まだちょっと考え中です。迷ってます。まあ今までね、結構あのモンスターも使ってきたんですよ、まあ主人公ね。で、今回のパーティーメンバーで言えば、まあ竜と、艦長と、まあ、サンダー確定で、まあ、残り2枠はまた被んないようにね、あの仲間しますんで、まあ楽しみしてもらえたらなと。まあ今までなってきたモンスターを避けるか、まあなんか適当に楽なところになって終わるか。まあ、前回ブルー編は結構術使ったんでね、今回は術はね、ほとんど使わないと思います。使わないので、まあ、サンダを回復にしたいですよね。
ちょ、まあ予定はね、うん、敵あれやね、ちょっとあれっすね、ちょっとめんどくさいね、ちょっと一気に蹴散らそう。これシャドウダガーやったかな。あー、そうでしたね。はい、それじゃあ進んでいきましょうか。次がね、あー、ここか。ここね、あのモンスターの大群みたいなとこがいるんですよ、あるんですよ。まあそこもちょっと抜けないといけないですね。まあどうでしょうね、まあやっぱりね、あのカード集めあるじゃないですか、まああっちをねこなす方が多いと思うんですよ。マジこれあ、多いと思うんですよね。なのでまあこっちはねあんま来てないって方もいるんじゃないかなってことで、まあ今回集めようかなと。まあここはね、サクッと集めてね、楽なんですけどね。まあちょっとめんどくさいとこもあるんですよね。はい、それでこっちですね。で、ここにね、大量にモンスターがいるんですよね。ここ、こっち。めっちゃいるでしょ。まあちょっと全員蹴散らします。まあ全体攻撃でね、はい、もうこれでね、サクサクやっていきます。まあ、こんな感じで。これでガンガンやっちゃおう。うん、まあプログラムはね、いらないですね。今回はね、メカ使わないので。今回ルーン一つ手に入れて、次も一つかな。その後二つ手に入れてって感じなんで、まずはルーン集めですかね。一応予定を言っちゃうとね、もうね。とりあえずルーン集めをします。でそこからねどうしようかなと思ってるんですけどね、まあマジックキングダムでイベントあるんですよ一応。まあそれもね、まあサガフロやってたけど、まああんまりこなしてないんじゃないかなということで、やってた方がね見たことないんじゃないかなということで、まあそれ行こうかな。マジックキングダムのやつね、一応予定。さあラストの敵ね。でちょっと連戦連戦だったんですが、まあもうボスは近いですから少々お待ちください。はい、また姿変わりましたね。これ姿変わるとステータス、もう本当に、ね、大幅に変動してますんで、今のモンスターがねこんな感じ、ワンダーランスね、激弱まあ一番弱いってことはないんですが弱い。はい、そしてね、着きました。さあ戦っていきましょう。まあ BGM は最高ですね。ここはね、はい、1段目は、まあ適当に、はい。まずは起こしてあげよう。起きろよ。はい、起きました。ということで、戦っていきましょう。まあ銃で、まあ弦は、まあサンダーはこれでいいかな。まあロボは、はい、これでいきます。まあリュートがね、なんかひらめてくれたらなって感じですね。40、大丈夫やね。うん、ひらめかんね。はい、これで OK。 まあ、サクッと終わりそうやね。あぶね、サンダーあぶね。結構ピンチやろ。
ピンチですね。弱いね。これで終わるかな。さあリュート決めろ。あ、いいですね、ツバメ返し。これエフェクトもいいからね。よし、もう一丁ここはちょっと防御しとこうか。はい、これで。うん、まあいい感じですね。ちょっと待てよ、ゼロソードじゃなくていいわ。はい、これで。さあ俺の好きやね、切り返し覚えた。順調じゃん。はい、終わりましたね。はい、おやすみ。さあ吸収しとこう。暴走覚えましたね。これでね、一つルーン、まあ、ゲットなんですが、勝都市のルーン、勝利のルーンをね手に入れました。まあこんな感じでルーン集めをしていきます。残り3つですね。まあ今回はここで終わろうかな。はい、で次はですね、次のルーンは一回ね行ったことあります、その場所はね。で、いい女がいるとこです。はい、ということで、今回はねここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。